ウィヌースキーは、アメリカ合衆国バーモント州、実店伝軍の都市である。ウィヌースキー側の河口に位置している。人口は2010年国勢調査で7267人だった。首都、周辺地域は、バーリントンサウスバーリントン大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は1.5平方マイルであり、このうち陸地1.4平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は5.30%である。バーモント州の9つの市の中では、面積最小である。市名の、ウィヌースキーは、アベナ貴族インディアンの言葉であり、野生の玉ねぎが育つ場所を意味している。5000年前、旧石器時代インディアンの単一家族が、現在のウィヌースキー市がある場所に来た。この移動の民が宿泳した後が、 現在のバーモント州で重要な考古学遺跡となっている。それに続く時代に、その他のインディアンがこの地域に入ってきた。ウィヌースキーは主要な交通経路の上にあり、交易庁として始まった可能性が強い。一組の滝があることで製造業の成長を促し、間もなくもう織物加工の中心となった。1770年代初期、アイラーレンが、 ミヌースキー川沿いにレンガ作りの家を建設し、砦かつ雑貨店、さらに土地投機のオニオン川会社の事務所として使われた。このフレデリック砦が防御のために使われることはなかったが、その存在によってオニオン川沿いの土地の価値を上げ、入植を促進した。アメリカ独立戦争後、アイラーレンが川を渡すダウを建設に、その両端に製材所を建てた。 1830年代後半、バーリントンミル会社が川の水力を使って、糸と衣服を製造した。1846年、ウィヌースキー出身のジェームズ・ストーンとルシンダ・ストーンが、ウィスコンシン・巡州のシボイガン軍に入植し、その開拓地をウィヌースキーと名付けた。現在は、ゴーストタウンになっている。アメリカンウール社が1901年に破産した。 バーリントンミルズを買収し、地域経済の成長を目指す施策を行った。その成功によって、1922年にはコルチェスター町から分離して、ウィヌースキーが市として法人化された。工場は1954年に閉鎖され、市内は20年間経済的苦境にあった。1980年代、古い工場が商業施設、事務所、アパートに転換され、 地域の再活性化に貢献した。1979年、市は陶器の暖房費を減らすために、ウィヌルースキー市全体をドームで覆う案を調査した。提案されたドームは、中心での高さが200フィートあり、来年期間の運転が禁止されることになった。このドームは結局建設されなかった。今日の市の計画者は、経済的にそれは容易なことであるとし、さらに、 年間を通じてけばりつりができただろうと付け加えて、そのコンセプトを弁護している。2008年、市は11ヶ月務め、まだ解雇できる状態にあった市マネジャーを解雇した。その契約は3年間のものだった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィヌースキーの工場と多滝収入と、家計ウィヌースキー市には、バーモント学生援助コーポレーションの本部がある。 その新しい本部は、市の中心街再開発プロジェクトの大きな部分を占めている。実店電運行通行者が市内のバス便を運行している。ありがとうございます。